え、笑いチャンネル。てやろうだろうです。V カーブ01は、最も RB19 に似ていないマシン。レッドブルとのね、まあ、親子関係っていうことで、まあ、やいのやいの言われている RB さんですが、まあ、代表のメキシさんは、いやいやそんなことないよって、24年のマシンをよく見てくださいよって、レッドブルの RB19 を、ね、全チームが模倣している中、うちの車は一番似てないと思いますよっていう、 どうです皆さんってね、いうふうに、まあ、おっしゃっているということなんですが、それはいいことなんだそこを誇るなよともっと似せられたやろということですよね。そう、みんなそこ掘って掘って掘って何、ね、そっくりだって言われようが何言われようが早ければいいんだろうっていう、マクラーレンにしてもね、ウィリアムズにしても、ステークにしても、みんな RB19 に似せてきてるのに、もっと2000回一番寄せられるはずのところが、で去年の夏頃トストさんが言ってたね、もう寄せんだようちはっていう、もうやるんだよって、もらえるものもらってパクれるとこパクるんだよって、だから人も入れ替えたんだとかつってね、で蓋開けてみたら、やっぱ似てんのかいあれって、いやいや空力は自分たちでやるんだって、いやだからそうじゃなくて自分たちでコピーするんだよっていう、みんなコピーしてんだよっていう、コピーもできんのかいっていう、いやコピーはできるんですよ、でもしてないんですよ、でもそれでダメだったりじゃん、だコピーすることが重要、形を似せることが重要じゃないんですよ、コンセプトをコピーすることが重要だから、見た目は似てなくてもコンセプトは多分他の誰よりもコピーできてるんですよ、きっと目に見えない部分が、目に見えない部分、まあ確かに昨年後半戦はね、もうどんどこアップデート入れてどんどん車速くなって、まあまあ最終戦ではねシングルでっていうところまで行って、まあまあ、自分たち、のやれるっていうところに多分自信も持たれて、まあその延長戦、というか、まあもともと今年やろうと思ってたものを最終戦に入れてたわけだから、まあほぼ最終戦のものが、この開幕に登場してるっていうのは、まあ一応理屈としては分かるし、まあ確かにテストの始まる直前のとこでメキシさんそんなようなことをおっしゃってましたよ。いや、うちの車は去年のやつですよって。去年の最終戦の進化型だから、他の人たちはもっとね、ガラッと変わってるわけなんで、それは差はさらに縮まるでしょうっていうのは当たり前っちゃ当たり前ですけどね、でも追い抜かれとるやんけみたいな、まあ抜かれるでしょうね、他のチームはガラッとコピーしてるわけですからRB は去年のアブダビグランプリの時点でコピー止まってるわけですから、まあでもそれでいうとフロントサスペンションはコピーじゃなくて現物なわけだからでリアサスペンションも現物だし、現物、ギアボックスも現物だし、PU も現物だから、コピーどころか、まあ、かなりの部分はまんまなんですよコピーじゃないなんだよ、ね、コピーじゃないの、なんだよ、ね、そのものなんですよ、RB19 そのものなんですよ、車の 30% ぐらいは、だけど、まあ、そうは問屋が下ろさないというか、まあ、いつも言ってることですけど、その買えるもの、もらえることが許されているトランスファーラブルコンポーネンツっていうのは、性能にそんなに影響しないからコンポーネンツとして譲ってもいいですよって、売り返してもいいですよってなってるわけで、ちゃんと考えられてるってことね、ルールがね、なんか買えるんだからいいじゃんと思うけど、実はだから別にそれはどっちかっていうと性能云々っていうよりは、その開発費用の、まあ、コストダウンというか、まあ、コスパを良くするっていう、自分たちでサスペンションとかギアボックス一から作って、じゃあそれでレッドブルのサスペンションと性能がすごい違うものができるかとそんな変わらないわけですよ、でも一から作るとなるとそれなりにやっぱコストかかるし、で、人間をやっぱり雇わなきゃいけないので、維持費もかかるんで、その専門の人を、ね、入れなきゃいけないからね、だったらその人たちは雇わずに、同じ人数雇うんだったら空力開発する人雇った方がいいよね、そしたら空力の開発ができるよね、でレッドブルさんにじゃあいくばっかお金払って買った方がコスパとしては全然いいよねって話なんです、それはまあ他のカスタマーチームでもやってることなんで、これはコピーするコピーしないではあまりないんですよね、
もちろん今回 RB の V カーブ R01 はフロントサスペンションをプッシュロッドからプルロッドにしたっていうことで、はい、まあ性能的にそういう意味ではまあ、サスペンションの性能じゃなくて、空力のその整流効果という部分には、はい、まあ、車全体のね、はい、プッシュロッドよりもプルロッドの方がもちろん得るものはあるので、うん、性能が上がってるはずですと、うん、より RB19 に近づいてるはずですと、はい、だからまあ近づいたんじゃないですかそれがそういう意味では先ほど太郎さんが言った去年の最終戦仕様からこの V カーブ01への伸びしろの部分だから、それ以外の部分はそんなに、まあサイドポッドとかはもちろん形変わってますけど、ガラッとその去年のアブダビで大きくフロアアップデートしたところからはそんなに大きくは変わってないっていうところなんで、まあ RB19 に似てないかっていうと、まあさっき言ったね、足回りとか変える部分は似てる似てないじゃなくて同じだ、同じ、ただそれ以外のボディーワーク自分たちで作んなきゃいけない部分はまあ似てないんですよ。確かに全然方向性は似てるんだけど形は似てない、もっと形としては似てるチームもたくさんある、特になんかノーズなんか全然もうね、一番似せようと思えば一番簡単に似せられるはずのノーズが全然違うじゃないですか、RB はこんなとんがっちゃってて、もう今更とんがってるノーズなんてほとんどないですもんね、そうね、みんななんかレッドブル風にこういう感じのグニュンって感じのこういう感じのノーズになってるんで、それもあのフロントウィングのこの2枚目のところにノーズつけてね、一番先端までっていうのはないですもんね、あまりね、どうしちゃったのっていう、そこはその見た目上似てるか似てないかっていうのはそこまで大きな、結局見た目すげえ似てるねって言っても、性能的にじゃあそれがすごい性能としてレッドブルに19に似てるかっていうと似てないわけですよ、見た目上それっぽいけど、見た目が似てるか似てないかの性能よりも実際にやっぱフロアの下の性能が一番でかいので、はいね、はい、だから RB の B カーブ01は見た目は外側の側は似てなくても、例えばフロアが全く同じだったら RB19 と同じ性能は出るわけですよ、はいはい、それに近い性能は、あ、そういうことね、他のチームはそれはできないですよ、なんでなら RB19 のフロアを完全に見ることはできないから、あ、なるほど、まあ、モナコで誰かがなんかぶつかって吊るされてましたし、あれ以降 RB の、RB じゃん、レッドブルの RB19 のフロアってそんなには多分表に出てないけど、そんなに変わってはないですよ実際、RB19 はそんな進化、その後フロア進化してないんで、だからまあ、あのモナコのフロアを見てみんなある程度こうコピーをしてきたけど、まあ、それも割と外から遠巻きにあの吊るされた上空の写真じゃないですか、でもまあぶっちゃけた話、アルファタオリ改め RB の開発陣は、まあ、ミルトン・ギンズのファクトリー行けば RB19 のフロアものを見せてもらうことはできちゃうわけじゃないですか、正直ね、図面はダメなんだよね、図面のデータをもらうのはダメですけ ど、見るのはいいんだ、ファクトリー行った時に 見てるのは別に禁止するルールはないですからね、じゃあ配信をつって、じゃあ行くぞつってバーンつって、はい見て、はい記憶してっていう、なんだったらまあちょっとたまたまなんか定規あったなとかメジャーあったなとかっていうのもあったりはするわけで、それをダメとは言えないですよ今のところ、ルールとしては、それは見せる側の権利というか、なるほどなるほど自由なので、だからそこをすごく正直に真面目に見てないかも、いやまあ見てるっていうか、ある程度もう全部聞いているし、こういう理屈でフロアはこういう風に機能させるんだよは、まあ間違いなくあそこのテクニカルディレクター同士話はして聞いてると思うんで、なるほど、それをまあ RB はある程度多分実現はしてると思うんですよね、ただいつも言ってる通り、仮に RB19 そのままもらってもあのチームが運用すればまあそんなね、はい、レッドブルと同じレベルにはもちろんなりませんし、それは彼らの能力が低いじゃなくて、能力もまあもちろんレッドブルほどじゃないかもしれないけど、もう全体のマンパワーとして、はい、それから過去に蓄積してきたデータの量とクオリティとして、まあ、明らかにレッドブルと RB は違うので、それはしょうがないんですよ、はいはいはい、だからまあ車が似てる似てないっていうよりは、まあ、そういうところの差が出てるので、まあ、似てないっちゃ似てないですけど、仮にもっと側を似せたとしても、正直成績はそんな変わらないんじゃないかなと思いますけどね、まあ、似てなくて、まあ、当然期待値も大きくなっちゃったじゃないですか、去年、ね、後半頑張ったから、で当然
今年は行くんじゃねえかっていうやっぱり思いが行ってるじゃないですか。 Q3 に角田選手が Q2 で8位ですよ。これすごいことですよ。そう、確かにその Q3 に行ってる、うん、ってことは Q3 今のところ行ってるのは、うん、ハースと RB だけですからね、うん、いやすごいんだけど、それをなんかすごいと感じないのはなぜなんだろう。まあ、決勝がしょぼいからでしょうね。あ、決勝がずるずる起こっていっちゃうからねそれはだって車の似てる似てないとか早い遅いじゃないじゃないですか、うん、戦略とかチーム全体を含めての運用だから、うん、まあ、だから、うん、多分 RB19 もらったとしても同じ成績だと思いますよまあそれぐらい今中段グループがタイトなんで、うんうん、まあね、その中で車の速い遅いじゃなくて、ね、うん、戦略上うまくやれるかやれないかっていうところにかなり依存してるんで、うん、だから予選の結果だけ見れば角田君は11位と9位でいいとこにいる、うん、中段トップのとこにいるわけじゃないですか、うん、まあ、そういうことだと思いますけど、まあ、もちろん上位5チームがやっぱりチームとして力があるんで、去年から今年にかけて車よくしてますと、同じ RB19 コピーするでもコピーできる度合いは高いし、うん、コピーしたものを運用できる能力も高いので、うん、やっぱり上位5チームと下の5チームの差はちょっと開いちゃってるじゃないですか、うん、その中でいきなり6位とか5位とかになれないっていうのは、まあ、そうしょうがないとは思いますけどね、うん、まあ、だから去年以上にこうギューッと詰まってるがゆえに、なんだろう、まあ、車の差というよりはもう最後はもうドライバーの力量の差みたいなとこで予選はね、うん、順位がね、で、まあ、そこでやっぱり角田選手が Q3 行ってるってことは、まあ、それだけドライバーとして、うん、一本二本抜けてるってことだとは思うんだけど、だからそこでやっぱり車がもうちょっと良ければさらに抜け出るってことでしょ。まあ、でももうちょっとよく良い車はないですからね、中段グループに。中段グループはね、うん、だから期待値としてはやっぱそこにこの車が行ってほしかったっていう、まあ、上位5チームの中に入ってるとね、うんうん、よかったですけど、そうだから似てたら入ってるんじゃねえかみたいな思っちゃうわけですよ。似てねえわ入らねえわじゃあせめて似せろよっていう、そうそう、せめて似せろよって。でもそうじゃないんですよこれ。だからローラーメキスとか言ってるのは、うん、似てるってコピーしてるって言われてるけど、うん、そうじゃないんですよっていう意味でしょこれは。そう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 、うん、でもコピーするって言ってたやんみたいなでもコピーしてもしなくても一緒なんだよっていうことでしょ、うんうん、まあ、だからナイキンさんがそれはなんだったら似てない方だろううちはっていう、うん、まあ、前任者が言ったことなんでっていうぐらいな感じ、うん、だそれで言ったらだから例えばザウバーとかも、うん、似てるのにレッドブルに似てるのに遅いっすねっていう同じでしょ。そうそうそう、うん、ザウバーはね、だから似てようが似てないが一緒なんですよ、うん、結局そこは関係ないんですよそれで言ったらハースだってフェラーリに似てるけどフェラーリと同じパフォーマンスは出てないわけで、出てないよね。ハースだってかなりの部分フェラーリと同じですよ、うん、フロントサスペンションもリアサスペンションもギアボックスも BU も同じですよ。そう、ね、だから RB さんと同じ立ち位置でフェラーリとハースと立ち位置ほぼ同じでしょ、うん、だから結局一緒なんですよね、うん、でも RB だけがなんかやんやん言われちゃうっていう、ね、いやまあ、うん、ハースも活躍すればそれなりに言われると思いますけど、うん、まあ、確かに活躍してたらほら言われてたんだよね、うんうん、まあ、だからこれからハースがちょっとまたね中段の中でうまくやり始めると、うん、まあ、実際レースペースも含めたパフォーマンスで言うと今ハースがちょっと強いので、うん、まあ、そう考えるとハースが今後やり玉に上がるかもしれない。最初なんかうまいことやりましたね。いやうちはちょっともう最下位なんですよ、最下位なんですよって、うん、もうみんなすっげえ安心してたと思うんだ、今年もハースはダメかみたいな、みんなの邪魔だけはしないでねと思ったら違う意味で邪魔して入賞しちゃったっていうね、うんまあ、うまい、そこはうまいですよ、ね、だから、うん、だって最下位だって言ってたけど最下位だって言ってた時も実際には、うん、まあ、あのザウバーとかあたりとか戦えるかなって思ってたって、はいはいはい、だしテストで走ってみたら今年は何チームか3チームぐらいとは戦えるなって思ったって言ってたから、うん、そこまで本音全ては言ってないですよね小松さんも、うん、そこはまあまあうまいですよね、うん、逆にこっちはコピーしてもっと上に上がれるみたいな、レッドブルと提携強化してるザンスとかって言っちゃうとダメだっていうのもねあるし、まあ、ザウバーがもう本当、まあ、まあこのままでいてねって我々からするとね、あとアルピーヌね、うんうん、そのアルピーヌ もう別にもう浮上してこなくていいぞって。でもその浮上してない予選で圧倒的に負けてる、うん、ほぼ Q1 脱落決定のチームでも決勝では戦えちゃうわけじゃないですか、このパックの中で、うん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 、で戦略的になんかうまくやってポンって上上がればこの人たちが入賞したことも全然ありえるので、はい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 、だから車が予選で速いか遅いか Q3 いけるかいけないかよりも Q3
結晶のこのぐちゃぐちゃの中で一個ポンって抜けられるかどうかが一番重要なんですよ。うんうんうん、で仮に抜けたとしてもこの時に上位5チームがリタイアしなければ11位なんですよ。そうだね。うん、でたまたまなんかあれ前出ちゃったっていう時に上位が3台ぐらいリタイアしてるとどうやらくポイント稼げちゃうんで、このなんかまずここの中段のパックの中で上に出るこの戦略的に上に出るっていう強さと、なおかつその時に前の人たちが何台か潰れてるっていうことが、これ2つがセットになって初めて入賞できるんで、まあ、だからそれをやってきたのがアルボンってことだよね。去年はね。ね、去年はね。うん、今年はやっぱ誰がどこのチームがやっぱそれができるかっていう。今のところハースのヒュルケンベルグとマグヌセンしかできてなくて、うん、もしかしたらそれが最後、今年最初の最後かもしれないですよ。おお。だって上位5チーム10人のドライバー潰れるとはちょっと思えない感じですもんね。ね、ランキング5位までが何百点、6位がいきなり1点みたいな。点、ハース、ヒルケンベルグ1点、あと全員0点みたいな。で、1点が最後まで効いちゃう。11位でフィニッシュある人とか、12位のフィニッシュの人とかでランキング決まるっていう。全員0点の中でランキング決まるみたいなこともあるかもしれないですよ。まあ、それぐらい、うん、まあ、拮抗してるといえば拮抗している。うん、だからその中で似てるか似てないかは問題じゃないんだけど、だけど似てて欲しかったんですよ。だから似てたら余計問題になってるから似てなくてよかったんですよ。あえて似せてない可能性もあるんですよ。もうサイドポッドの形なんか別にノーズの形なんか似てようが似てなかろうが一緒なんですよ。このフロアがしっかり似てれば、フロアが完コピだったらまあほぼほぼフロントサスペンション、フロアでリアサスペンションで、まあちょっとディフューザー周り、まあ、サイドポッドのもちろんちょっとこの辺はちょっと似ててほしいなっていう、まあある程度似せてると、だからまあそこそこレッドブルに近い性能が出てますと。ノーズとかはもうほぼ遊びっていう。ああなるほどね。じゃあちょっと RB さんにはちょっとフロアを今一度しっかり鍛えていただいて。いや鍛えてるんですよ、だから。なるほど。だって RB19 と同じ性能が出ててあのポジションですよ。 RB20 だもん、上にいる人は今。ああ当然19から20に性能伸びてるはずですから、当然、まあ、RB19 から若干落ちてるぐらいだったらあの辺っていうのは、まあ、ある種当たり前っちゃ当たり前だと思いますけどね。なるほど、まあ、じゃあ見た目は、まあ、まあ似てなくてあまりかっこよくもないけど、まあ、まだまだこれから期待できるぞと。期待できるとは言ってない。似てないという、似てないから遅いわけじゃないという話ですよ、まあ、それでも現実、事実として、はい、ありがとうございました。はい、ということでもう話がつけないけどこの辺でもうやめとけや、ね、分かりました、やめときます。さっさと黙って T シャツ買っとけ、と思った方、いいねボタン、チャンネル登録、はい、F1 ライフのパーカー T シャツも買っといてね、概要欄から。ありがとうございました。